おはようございます。63.1 本日のコンディションでございます。どうでしょうか。もうむくみはね完全に引いて、もうこっからはね減量モードっていう感じですね。まあ、順調に体重落ちてきてるんで、まあ、こっからね停滞せずに行ってくれたらいいなと願うばかりです。ということで本日も頑張ります。開封。朝一のタンパク質プロテインケーキ。今日は天気がいいんで電サロしたいと思います。沖縄行くまでにねしっかり体焼きたいと思います。お荷物がいっぱい届いたんで開封していきたいと思います。こちらはね、毎度おなじみのベースフードですね。アブローラーでございます。はい、ちょっとね今アブローラーがね全部壊れていて、まともにできるアブローラーがないということでアブローラー買いました。はい、ちょっと夏に向けてねバキバキの腹筋作らないとダメなんで、これからねアブローラー本格的にまた取り入れようと思います。昔はねめちゃくちゃやってたんですよ。本当毎日アブローラーやってたんですけど、もうここ最近はねかなりサボっちゃってて、またちょっと気合い入れてやろうと思います。アブローラーでした。続いてはこちら自転車用の部品になるんですけど、こちらはね自転車に取り付ける用のスマホスタンドです。はい、そしてもう一つこちらがね、これ自転車に乗りながら撮影ができるようなねクランプになります。これがめちゃくちゃ便利なんですよね。これがあることで、自転車に乗りながらね動画撮影ができるという代物になっております。これからね自転車動画もねたまに出そうかなと思ってるんでね、そういう時に役立ってくれると思います。続いてはこちら三脚でございます。これねフォトプロというメーカーの三脚になります。この三脚めっちゃ安いです。1800円ぐらいで買いました。なんで僕がねこれ選んだかと言いますと、かなり軽量なんですよ。軽量で使いやすくて安くてめっちゃおすすめです。はい、これからね僕旅行とか行くんで、旅行の際ってねできるだけ軽いものを持ちたいんですよね。僕今回ねピーチのかなり安い便で行くんですけど、ピーチってね預け入れのね荷物が有料になっちゃうんで、あの持ち込みの機内持ち込みの手荷物しか持っていけないということで、その制限もね7キロ以内ということで、できるだけ三脚もね軽くしたいということでね、500グラムぐらいですかね、5、600グラムぐらいのかなり軽い三脚を選びました。続いては提供していただいたものになります。実際にね使ってみてレビューしてほしいということで送っていただいたものなんですけど、こちらです。リュックでございます。このリュックねめちゃくちゃ使いやすそうなんですよね。何が使いやすいかと言いますとね、チャックを開けると、はい、こんな感じで横開きします。はい、なのでこの物が取りやすいんですよね。リュックってねどこに何を入れたか結構分かりにくくなると思うんですけど、この横から開くタイプだとねそれがないということでかなり使いやすそうです。まあ、これからねまた使っていきたいと思います。はい、そして最後はサプリメントでございます。こちらはね僕がいつも飲んでいるアルプロのサプリメントです。これねイズモっていう種類のねアルプロのプロテインなんですけど、これはね久しぶりに頼みました。そして今回これ初めて試すことになるんですけど、ネイチャー缶のサプリメントでございます。今ねネイチャー缶のこのプロテインとかかなり美味しいって言って話題なんですよね。フィットネス系の YouTuber の人ねかなり紹介してる人多くて、みんなが揃ってね美味しいって言うんでね、僕も試してみたいと思います。これはねメインチャンネルの無重力チャンネルでレビューする予定なんで、皆さんそちらの方もね、楽しみにしててください。ということで以上が届き物でした。続いてもプロテインケーキです。今日は糖質をおそらく取らないかと思います。
今日は高タンパクの日にしようかなと。 PFC をね、いろいろサイクルさせて揺さぶりをかけます。GoPro装着してみました。いい感じにこれは撮れるんではないでしょうか。今からサイクリングに行ってきます。インカメにしてみました。う、坂道、やべえ、気持ちいい、最高。帰宅しました。ちょっと山登ったんですけど楽しかったです。ただね、この近所の山めっちゃきついです。僕最初のね、一番最初の登り出しで断念しました。はい、いずれね登れるようになりたいですね。ちょっとこれから練習します。気持ちいい。これお得ですよね。買いましょうかね。カンパチ。タイのアラ。魚の変わった部位が安かったんでいっぱい買っちゃいました。調理方法がわからないんですけど、とりあえず焼いたり蒸したりしとけば間違いないでしょう。キハダマグロ食べてみたいと思います。今回はこちらのシリコンスチーマーで蒸してみようかなと思います。火を通せばね、おそらく食べられると思うんでやってみます。さあどうなっているのでしょうか。シリコンスチーマーで500ワットで6分ぐらい蒸しました。それではどうなっているでしょうか。オープン。お？え？めっちゃいい感じじゃね。え、めっちゃちゃんと火通ってる。ちょっと調べたところね、下処理をした方がいいって書いてたんですけど、なんかあんまりね匂いしなかったんでね、そのままやってみたんですけど、うん、全然匂いもね臭くなく大丈夫そうですね。お皿に移して食べてみたいと思います。それでは早速食べてみたいと思いますね。いや結構身の部分ありますよ。これ100円ってやばないっすか。マジでお得ですね、はい、見てください、これ身が分厚いんですよ。食べる部位ね、めちゃくちゃあります。いただきたいと思います。うん、マグロやん。普通にマグロの赤身、うまっ。ちょっと脂が乗ってそうな部位食べてみます。うん、トロやん。いやこれ100円はないっすよ、マジで。めっちゃお得。これマジで買い占めますわ。おすすめの食べ方は煮付けらしいんですけど、僕は全然塩焼きでも問題ないですね。節約トレーニーの方はぜひ試してみてください。これめっちゃおすすめです。マグロの皮、残りカスを取り出して猫ちゃんと食べてみます。外気浴、あー気持ちいい。ちょっと追加でね、マグロを買いに行きます。
ゴーヤが安い。ゲット。ゴーヤの下処理で塩もみしております。試しに一つ食べてみます。キムチ、えのき、アスパラ、鶏胸肉、納豆でございます。ヘルシー。もうこれ続けるのみです、マジで。普通にこれがうまいですからね。ただお酒が飲みたい。最後のご飯はゴーヤと鶏胸肉、そしてわかめの味噌汁でございます。沖縄行きがマジで待ち遠しいです。ゴーヤね、これ50円ってめっちゃ安かったんですよね。これで予行演習です。はい、沖縄までのね。沖縄感じます。うまい。寝たいと思います。今日もね、いい感じの生活できました。はい、明日から土日ということで、まあ土日も気を引き締めて頑張ろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。